9月21日パリーグまとめ。勝った場合ヒロイン有原と近藤。ヒーロー有原近藤どこの球団やろかこれ。ハムファン脳破壊されてそう。思ったより楽天セーブ近いんやな。内容はボロボロだったけど結果は理想の勝利やね。今日はホームランバカスカ出たな。ポランコ近藤別件マキノン ×2 浅村。浅村ポランコがどうにかして30本手前までいかんかな。一応ホームラン争いはポランコ浅村で25本並んでんな。キングは30本超えてほしいがな。相変わらず今井が楽天キラーすぎて、もう一生打てないんちゃうか。楽天なんとかソフトバンクまくらないかな。打てるデブ最高や。ゆくゆくは全ポジションデブスタメンにしたい。山川おかわり別件林太郎で500キロカルテットや。おかわりジュニアも加えよう提案。ロッテが負けまくると、いよいよ売りがパリーグの貯金総取りというすごい現象起きるで、ちょっと見てみたい。うん、やっぱコロナ組が復帰したらやっぱバンク強いやん。有原が唯一まともな先発なのでこいつが投げる試合だけは強いってだけ。加藤山本コーナー宮城小島は一応打てた。なんで田島と今井は打てない。ノーコンピーが苦手なんやな。セーブマジで3やるんちゃう。9月勝率めっちゃええやろ。残りの試合全部勝って勝率5割。残り試合のほとんどはオリックスとロッテ。道のりは険しい。ぶっちゃけオリックス以外どんぐりの背比べやな。 CS さえ出れたら特待するホークスファンを無慈悲にオリックスはボコってきそう。まあ今はマックス156プラスノーコンプラスゾンビレベルの鬼スタミナ。楽天キラーの要素満載やからね。次のロッテ戦が2位の天王山って感じかな。せやな日曜月曜。有原のおかげで重傷投手なしは回避できそう。今宮はまだベストコンディションじゃないな。悪送球するは三振するわで。今宮三森は状態良くないけど昨日までの状況じゃ変化のために使わなざる得ないわな。9月成績かもね。16試合5勝11敗高18試合9勝9敗は45試合8勝7敗ロッテはともかく思ったよか負けてへんのな。かもめさんこんな負けてるって意外やな。先発よって打線がみんな粘っこいからエグいイメージしかない。幻覚見えてますよ。ロッテがそんな強かったらY絶頂しちゃうんを。ロッテは種市朗希が負けてるのがね。西野でワンチャンなんとか踏みとどまってる感じか。ユーティクルホースと小島は全然安定せんし、今の朗希は朗希ちゃうで。球の速い別人や。そんなん宮城なくやろ。ロッテの現状ローテ朗希種市西野今小島貸していいよ。うん、もしかして来年駆動復帰なのか。来年のホークスのこと聞かれると今日はずっと濁してたが、土曜日山本由伸、日曜日佐々木朗希、月曜日西野、ソフトバンク終わりの模様。別にいつものことですし、エース当てられるのは毎度や。そういや今季まだ折りとカモメだけ大型連敗ないんやっけ。ここでカモメがその波に飲まれたらおもろいことになりそうやな。ここでカモメが12連敗して折りが CS で全敗したら落ち着くんやけどな。安田毎年同じような成績や忍び悩み感すごい。今井の安定感素晴らしいよな。細いけど馬力あるし。二軍調整以降は HQS 逃したのわずか1試合でその試合も6回1失点やからな。今井は規定厳しい。残り17イニング中5日なら2試合投げられるが結構厳しいな。エースが3人もいるのにこの借金。来年は打線と抑えを確立して最低でも3位に。マキノン、アームで2本の飛ばないボールでホームランの打ち方を理解し始めたって言ってたよね。すごいわ。勇気と鍋賞を2日休ませれる幸せ。もう今シーズン見ることなかったりして、ついにビハインドロングの投手が見つかったな。小深田二塁以外だったら先発じゃなくてもダイソーのスペシャリストとかにすればいいのに。来年は浅村ファーストにしてほしいもんだな。中継ぎ松井、抑え松井、これだ。小深田真面目だから5点ビハインドじゃ走らんかったか。別に盗塁してもよかったぞ。CS 出場がかかってるこの時期にさすがにガラガラすぎない。楽天モバイルパーク、生え抜き大事にしないからね。仕方ないよね。逆もバカじゃないってこと。なんかもう中村というより中村使ってるベンチがやべえ気がしてきた。そのくらい中村がやべえ。どんな選手でもダメなタイミングはあるもんな。一流選手はないかもしれんが中村はそうじゃないんだから様子見で二軍落とすとかしないのがあかんね。クーラが主導権握ったらますます中村聖域化しそうだわ。まあ初回4失点の種市が論外だがやっぱり中村勝吾だな。こいついつも流れ止めるもんな。中村はちょっとあまりにもチャンス潰し多すぎる。これまでだってお前が打ってやって場面何度あったか。ロッテは中村のチームだからな。本当に情けない。マジでなんとかしようって姿勢も見えないしやる気も感じられないわ。後半のチャンスでの中村と荻野の無気力極まりない。打席が全てを表している。ゲッツー阻止にキャップにグロッソーでも代打に出しておけば進塁打もあったかもしれないこともない。それやグロッソーを打ったのに。楽天は貝を丸裸にしているだけのチーム。海外からは打たない。ロッテもそっち側やと思ってたけど井口いなくなって変わったんかな。これなんかの間違いで CS 突破してみっしりかと思うなら藤本監督は短期決戦の鬼とか言われてまさかの続投とかなりそうで怖い。そりゃあ日本一なら手のひら返すわ。最後さえ勝てばええねん。 NHK 福岡最高やな。工藤ちゃんの解説も面白かった。メンバーが戻ってきた試合でしっかり勝ててよかった。有原、近藤、オスナ補強選手で勝った試合。生え抜きはどうしたんや。工藤さんが NHK の解説で言ってたように、負けが混んでると声を出してベンチを明るくしてくれる選手が必要。監督時代の川島選手のようにと。その工藤さんの目にも今のホークスのベンチ内は暗鬱な雰囲気に映るんだろうな。誰か声出しはいないのか。大井リチャード、ソフトバンクは王さんの介入がきついってファンがぼやいてるイメージ。実際どこまで介入してるのか知らんけど、リチャード非起用は会長案件やで。正直昨日のイニング途中でキャッチャーだけ変えたのは敵ながらいかんでしょって思った。結局その後も打たれてたし、ソフトバンクは一旦支配下と育成を整理した方がええと思うわ。4軍はやりすぎや。やっぱりロッテの来年の希望は何。ポランコ残留、高部への期間勝負グッバイ。高部は経験値リセットしてそうよな。倍の2が128層に増えてお値段そのまま。来年が優勝狙うラストチャンスやろな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。